としてはもう理想的な展開だと思うんですよ、ほんまに。引いてなあ、ブロックして、ほんでもう少ないチャンスをものにする。後半の立ち上がり、アルマのシュートもあったよな。まあ、ああいうような形での、なんていうかの、チャンスも何回かあった。だけど、やっぱりの、決めれるときに決めるんと決めるのでは全然違うゲーム。このゲームが、展開になったのは平尾が決めたことが一番大きかったと思うんです。であれでほんまにやれるぞっていう感じになってで、まあ、残念ながら、まあ、3点取られたんやけど2点セットプレーなんです。で最初からセットプレーはやばいぞって言おったけど、まあ、結果的にはもうこれはもうしゃあないけんな。だけど高い、まあ、勉強になったと思うけど。今度新チームになった時にこういうところでいかに頑張りきれるか逆にやるかっていうことそれがやっぱり大事だと思う。ただの残念なのはお前ほんまに 100% か 120% の力がこの試合に向けて出せれるように準備ができたかどうかっていうから疑問が残るんでこれはのやっぱりの、まあ、最終的なわしの責任なんです。ほんまにお前自身はなそれぞれやろうっていう気持ちはあったけどこういう方向にのほんまの持っていってやりたかったんや。だけどこれができなんだはっきり言うてな。わしがのここで大体大会してベスト8入って池田に負けてでこの時に川島と小松島試合しとったやの知っとるよ。1-1で PK になったんかの。で私この時からのお前やが小松島みたいなチームになったらええなって思ったんや。ほら確かに荒いけど一生懸命するな。だけどここまでの持っていけなんだんはまあわしの責任だと思う。ただやってきたことはの絶対無駄にはならんけんな。ええかやりきれたとええ結果はなんとなくこうみんなでやったんだっていうようなゲームが最後にできたほんまに。これだけはほんまに良かった。もう一方的にやられるんちゃうんかなっての思いよったんやけど平尾ありがとうな。なんか南もよう釣りしたよのセンターバックもよう真ん中から声出して弾いてくれたのなあキャプテンもよう頑張ったよので佐古はほんまになあこう3年生残っとる中でずっと試合に出よったわけではないんだけどお前が残ってくれたことはわしはごっつい嬉しかったよ。で一番いろんなことも多分やってくれたと思う。会社入ってもこういうふうな自分が何ができるんかっていうの我がのことを出なしに。周りに対して自分がどういうような形でできるんだろうだけもう部活もチームも会社も一緒で同じ方向を向いてみんなが一生懸命頑張ったら結果は出るけんでこれができなんだらやっぱ結果って多分ついてこんと思うけんの。とにかくのまあいいゲームだったと思いますほんまにな。まあありがとう。で2年生1年生はこれからなまた新しいチームになるけんのあの時これやっとったらよかったなって思わんようにみんなで一緒に頑張る分かった。はい終わります。気をつけレイ。気をつけ。